また始まりました、キャベツ。もう作るものがなくなっちゃったんですけど、ほら、こんないいね、まな板あるんですよ。普通に木のまな板。またこれだね。ほら。体にいいラン。11月2日だって。じゃあ綺麗に洗って加熱編です。じゃあちょっとお味噌溶いておきますか。だし入りみこちゃん切って、このぐらいかな。これ入れないでね。よいしょ。いきますよ。キャベツ、玉ねぎ。お湯、アクが出たら取りますけどね。だしの素、
ちょっと待って。じゃあお茶入れますね、お茶。備えるんですよ。お茶ね。あ、こんないい色。じゃあちょっと備えてきますね。あ、なんか備えたら自分の飲みたくなっちゃったね。お茶。よいしょ。いつものコップ。ああ、いい色だ。やっぱり日本人はお茶を飲まないといけません。朝のお茶は、まあ、厄落とし。あ、おいしい。あ、おう。もう弱火にしちゃうから。お味噌。おお、いいですね。卵。これしないとね、なかなか終わんないね、卵は。段取りが悪かったですね。お餅。これ、お雑煮ですから。あちちちち。あち。もう少し焼いてもよかったんだけど。サーモンスタットでさ、まあ、これ以上加熱しますねみたいな感じになっちゃって、もう出してきちゃった。はい、お雑煮の完成です。はい、それじゃあちょっともうよそいますね。お雑煮。なんかお餅がなんか硬そうですね。はい、よいしょ。お茶です、お茶。よいしょ。あ、蜂蜜つけようか。あ、見えない。このぐらい、少し。
はい、じゃあ何はともあれお雑煮からいきますか。まあ お味噌汁に卵じゃない、お餅入れただけ、ですけどね。うん、柔らかい、大丈夫だ。うん、あ、伊達はよく聞いてる。これはレーズンブレッド。お茶です、お茶。善玉菌パワープラス100、お得な8個パック、甘み付き。うん、甘い甘い、これは美味しいや。はい、じゃあね、今回はお味噌汁にお餅を入れてお雑煮、まあ、それとこんな干しぶどう入ったレーズンブレッド、うん、なんか食パンも久しぶりでしたね。それじゃご視聴ありがとうございました。